長いぼグモカハーシリーデイは、雲類の分類群の一つ。糸イ,イボの一体が長く伸びているのでこの名がある。普通は、樹木の幹の表面で生活している。乾性域類、三爪類に属する雲である。体は全体に扁平で、ふわもごく平らに伸ばす。東京部は、やや幅広で平らだが、中央前方の目のある部分ははっきり盛り上がる。ふわしは細長いが、 第三脚は特に短い。オスはメスよりやや小さくてキャシャ。腹部もやや平らで、後半で幅が広い。目立つのは腹部後端から後方へ伸びる一体の尾で、これは三体ある糸イ,イボのうちの後イボが長く伸びたものである。種によっては腹部と同じくらいの長さの場合もある。和名は糸イ,イボが長いことにより、英名のツー、テイルドスパイダーやロング、 スピナードスパイダーもこれによる。また、英名ではツリートランクスパイダーも使われ、これは樹幹上に生息することによる。樹木の太い幹に、ふわしを平らに広げ、頭を下にして、張り付くようにして生息する。敵が接近すると樹皮を伝って側面に移動して、逃れるが、安全な定着の位置を持っており、やがて元の位置に戻るとも言う。また、 地類の生えた岩壁に生息する例も知られる。クモは、そのような背景に保護色となる退色をしており、じっとしていると目につかない。退色に関しては、背景に合わせて、多少は変化するとの考えもある。玉長いぼくも俗玉では、不規則な網目状の簡単な網を張り、その表面にはサ竜などを取り付けるとされるが、多くのものは、網や巣を作らず、待ち伏せによって、獲物を取る。 ただし詳細は、諸説あり、獲物を飛び越えて、糸の帯を投げかけ、それからその周りを回って、糸をかけ、獲物を樹皮状に縛り付けるとも、獲物が接近すると、急に接近し、その周囲を回りながら、糸ボから糸を出して絡め、獲物に糸を絡めて捕らえるとも、基板状に貼り付けて捕らえるとも、獲物に向かって糸を射出するとも、あるいは長い糸ボの間に挟んで回転しながら、 糸を吹きかけるなどと記されている。配偶行動に関しては、よくわかっていない乱能は扁平で、樹皮に貼り付けられ、表面を粗い糸の層で覆う。その外見は、樹皮調に着生した地衣類に似るという。糸イボが特別に、長いことで、それ以外の全ての雲から簡単に区別できる。系統的には、平田雲かに近いと考えられる。熱帯域を中心に、 世界で7族150種が知られるが、日本からは次の1族2種のみが知られる。それ以外のものについては、長いボグモカの属種を参照されたい。なお、古い図鑑ではこれ以外の種も、日本から記録されているが、誤りらしい。青木漢訳 P58, 青木漢訳 P59, 青木漢訳 P58 をの、P149 アストリアンドリロイ、P75 深海。 P88 名、P129 やギヌマ、P90。ありがとうございます。